日本人の姓の一つ。氏族、名字。伊藤家とする場合もある。藤原秀里流の武士で、伊勢国に領地を得て、伊勢の藤原を意味する伊藤を名乗った、伊藤元影の名字に由来する。また、一方で、藤原南家の流れであり、28年に、藤原た則の官職が、木光介であったため、工藤大部と称した工藤氏を源流とする。その後、 駆動氏の一部子孫が駿河に移住した、駿河駆動に対して、東伊東に移動した駆動氏の子孫が、伊東駆動と称し、この、伊東駆動が後に、伊東、同音維持の、伊東となった。この記述について、駆動氏を源流とするのは、伊東氏であり、代表家紋が、伊予に木工であることがそれを裏付けている。後に、伊東から伊東へと変えたものが多かったため近藤が、 生じたと見られる。よって、伊藤氏は、秀里流藤原氏を源流として考える方がより、自然である。伊藤氏の代表家門は、当。伊藤家警府萩藩の中間の水井部兵の養子である、伊藤博文の家。伊藤博文は1884年に、明治維新における功績で白釈、白尺。1895年に、日清戦争における功績で功、公爵。 1907年に、日露戦争における功績で公爵に昇釈した。公爵の爵位を授かっていた時代の当主には、伊藤博文、伊藤博国、伊藤博士星がいる。慶長8年に、徳川頼りさに仕えた、伊藤友元を初代に、水戸藩の重心であった家。伊藤家は、江戸時代の将棋家元の一家。三世名人初代、伊藤総監を外する。二代。 大橋総吾の娘婿で、在野企画との将棋で実力を示した、初代衆美は、総吾の後を受けて三世名人となり、さらに大橋本家が総吾の孫の代で断絶すると、実施の葬儀を養子に送って、大橋本家を存続させるなど、家元制度の定着に尽力した。相関の後を受けた二大衆院は養子であったが、記載に恵まれ五世名人となる。 二代衆院の長男の伊藤院たちは六代、大橋衆議院との争い将棋で有名であるが、溶接し、総院の後は三代、伊藤総監が継いだ。三代総監は、父や兄と同様に、奇才に恵まれ、将棋技術の向上に努めるとともに詰将棋の発展に力を尽くした。三代総監の将棋無双とその弟で養子の初代、伊藤勘樹の将棋図匠は、 傑作とされている。三代総監の弟の宗樹が、大橋本家を次八代、大橋総慶になるなど、三代、伊藤総監の時代の伊藤家は、前世紀を迎えたが、三代総監の晩年に、次期名人の座を期待されていた初代漢樹が創生し、三代総監の死後に後を継いだ四代、伊藤徳寿も創生するなどして、伊藤家は衰退した。伊藤家を継いだのは、 カ屋のノコダと言われた、鳥会中七であり、五代、伊藤隆信と名乗る。さらにその後を継いだ、松田院義美が六代、伊藤総監を名乗り、十世名人となる。総監の没後、明治には、空位となり、幕末には、五条将棋も、中止となるなど、伊藤家のみならず将棋界全体が衰退した。 明治時代、家元制度廃止後の将棋界の最高に尽力した一人が、伊藤家当主の八代、伊藤隆市院であり、十一世名人を重ねくらいしたが、大橋本家の流れを汲む王の五兵や大橋文家の流れを汲む王や東吉と対立するなど、将棋界の分裂状態を解消できないまま没した。総院の血筋は耐えたとされるが、 その門人から小菅健之介、関根金次郎が出ている。伊藤家の墓所は東京本所の本邦寺にある。ありがとうございます。